見た目が入るキャラを強化し続けるガレンとかは強化しないもん確かにリベンも強化しろよタイヤとかめっちゃ早っから起きてね今日あっちょっとだけあオッケーオッケーオッケーあっごめんなさい朝ディスコードおったらもうおったもん見たらえそうなんかノーマルを募集してたんだけど全然人集まんなくってそうよね そう。はい。集まれまで一生アラームしてたもんね、今井の。シャカさん来たん奇跡じゃね奇跡あれは誘ってきたの、シャカさん。いや、なんか、募集見た。お見て、そう。ええ。募集見てなんそう。日曜やし、たまには早めからやるかと思って。 平日だったら来てなかった、まで。私、最近あれ見てあの釈迦さんの子供の切り抜きを見てあー、部屋入ってきてですねほっこりしてたあれな。めっちゃ可愛かったいってか、てかすげーわ鍵つけた <laughs> 鍵つけた <laughs> 鍵つけた <laughs> つけた, <laughs> つけたマジか <laughs> 成長バカか早いですねマジで早、ね、い,はい、はい、俺、 会った時、あんま喋ってなかったのに。なあ、もう相当喋るっすね。まじしゃべるや今おいくつなんですかもうすぐ三歳。ああ。今二歳になるんや。え年取るって言い方すやめて。そうでしょ、俺らが成長するのみたいな感じだった。俺らがね、俺らあそそうういこと、ういうことね、俺らの三年が早すぎる。それはそう。 どうやら新紙幣が出たらしいですね。現金一応まあ持ってるけど使わんねえ。新紙幣は持ってないな確かに1万円って長かったよな結構。あれ千円札は刻んだよね。五千円札が女の人になった時の違和感すごかったな渋沢さんはなんかいっぱい会社作った人。グッズ会社作った人っていうか。 なんか、はい、なんか、頑張会社いっぱい作った人。実業家。なこの間テレビで見た他人のことを常に思いやって生きていきなさい。みたいなこと言ってた人。自分のことなんかはどうでもいいんだよ。人の人を、人だよ、人。って言ってた人。女遊び激しい。いや、女遊び激しい方が信用できるだろう。 無欲ですみたいな空気出してるやつなんか信用できないだろ。無欲なわけねえんだから。しかも女遊びが激しいってことは女にモテてたってことでしょ女にモテモテるってことは魅力がある人間ってことだからいいやつなんだよ。信用できる。あいつは結婚してるから信用できるだろう理論は、まあ俺はよくわからん。だから俺それよく言われるんだよな。俺が結婚してんじゃんね。よう言われるんだけど。なそれはよく意味がわからん。 結婚してたら信用できるはマジで意味がわからん。家族がいる人は通常滅多なことしないうん、いや、ようわからんな。それで言ったら別に結婚してなくても通常は滅多なことしないんじゃない別に結婚してようがし、結婚してなかろうが、めっなことしない。独身より既婚者の方が評価は高いうん。でも会社だと独身の方が評価が高かったり、 どこの評価なんだそれは。評価が高いというか、まあ、使いやすい。既婚だと言うずきかねえからな。既婚者は何かと断る理由と、できない理由が多すぎて、もうそれ言われたらこっち何も言えないじゃん、みたいな理由結構持ってるから強いんだよ。 でも自分は結婚して子供を作ってなんか親にとかまあ思ってた時期がなかったわけじゃないけどなんかいざ自分がなんか親とかになってみるとなんか別になんかそういう理屈よくわかんないんだよな別に結婚お前が結婚しても俺安心しないけどなって子供に思うと思うわ自分は思ってたけど自分が親の立場だとな別に結婚しても何も変わんねえよって思うんだよ 孫抱っこしたいとかは、なんかもうちょっとは、んか10年、20年経ってから出てくる感情なんじゃない今んとこそういう感情ない。結婚するってどんな感覚感覚どんな感覚感覚ない。俺結婚何年目だろうね。どんくらいだろう。10年か11年か。 9年か。飽きないのってすごいな。別に結婚しなくても、人に飽きるとかある。人に対して飽きるっていう感情が友達でもいいんだけど、ある。俺、そんな感情になったこと人生で一度もないんだけど。なんか <laughs>、久々に飽きて <laughs>、 飽きてしない。遊んで、遊んでる途中に、うーん、なんかこいつと遊ぶの飽きたなって考えるってことやべえよ。普通に。でもそういう人たちは結婚しない方がいいと思うね。真面目な話。あの、別にこう、なんつうの。今の話の流れ的にも、もうお前何々しろよ、みたいな。 そういう軽いノリじゃなくて、真剣にちょっと考えてみたときに、まあ、本当にそういう人に飽きるっていう人たちがいるんだったら、まあ、結婚はしない方がいいね。まあ、できないってことはないと思うけどね。別に結婚はできると思うけど。でも多分、もう成長過程で、そういう回路ができる人間とも多分できない人間がいるんだと思うわ。まあ、マジで感覚がわかんないから、多分、そうなんだと思う。 まあでも人にはもう言わない方がいいと思う。もうっていうか別にまあネット上だったらいくらで言ってもいいと思うけど、現実世界じゃ口に出さない方がいいと思う。あれしじゃあ飽きたよって直接伝えるって話じゃなくて、その人に対して飽きるという感情を持つこと自体よ。デートがめんどいとかは別にあれじゃん。別にデートじゃなくても、うわー 明後日出かけんのめんどくせえ。っていう、その行動と一緒だから。こう、こう、行動と一緒っていうかその行動に対してだから。でも行ったら楽しいのやつよね。今の騎馬戦とかマジで面白くないだろうな。うわ、でも子供の運動会とかマジで俺気持ちのギャップやばいだろうな。マインド的には完全に殺してでも勝てだからな。もう今みんな仲良しって感じだもんな。多分。 いや心配の方とかじゃないでしょ。そんなもん、そら、外で走ったりなんか飛んだりすりゃ怪我もするわな、そら。そういうもんだろ。順位決めないってマジで何なんだよ。意味不明すぎるだろ。だったらもうやめちまえ、マジで。何のためにやんだよ。子供の頃の怪我なんかすればするだけいいんだから。まあ女の子はちょっとあれかもしんないけど。いや、でもさ、それさ、いや、俺思うんだけど、 その、対局的に見た時によ、その、大怪我しちゃって、ちょっと後遺症残っちゃったとかさ、亡なくなっちゃって、ってケースはそれはもちろんあるかもしんないんだけど、まあ、そこは別にあの、別に冗談抜きで、でもだからっつって何でもかんでもやめるとか言ったらさ、もうその、遠足とかですらもう行けなくなるじゃん。要は、もうすべて可能性をゼロにしてったら、もう家に、屋内にずっといるって話になっちゃうじゃん。 遠足とかだってさ、歩いてったら、だったらさ、その車が突っ込んできたりする可能性だってあるわけじゃん。そう、可能性を考え始めると、もうほんの、ほに家でパソコン開いて授業を受けるって話になっちゃうんだよ。当事者になったことがあるかないかは全然関係ないと思うよ。え、だ、例えばさ、じゃあそう思うってこと学校に登校するべきではないと思うの そもそも学校で運動をするべきじゃない、なの。運動を強制すべきじゃないな、なやっぱり今の時代の学校大変そうだな。特にそれこそ俺今都会というか東京だとな。東京じゃねえ方がいいのかもな。難しいな。 うちの子供だけはそういう教育のされ方しないようにお願いしとこう。マジで心配だないや、時代に任せるのとか無理じゃないずっとこう、安全に安全に競争はできるだけしないようにずっと学校で学ばされて、で、大人になって学校卒業した瞬間、いきなり競争社会に放り込まれるの終わってない <laughs> どうすんのどうやって生きていくのって感じなんだけどみんな仲良し恋しのはずではみんな一番じゃなかったのねちょっとの間のぶっつけ本番だったらいいけど20年弱その生活でいきなり放り出されるのマジでヤバそうなんだよな想像つかねえよ子供が本気になれるものを見つけられたら 見つける機会が極端に少ないよね。って強制しない方がいいとかいう世の中だよ。そ,も,うそも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 強、強制とかいうワードが出てくること自体の違和感がすごいわ。やつありなし。いや別に一般的に体罰がありかどうかなんて別に俺は論ずるつもりないけど、別に自分の子供は言うこと聞かなかったら殴っていいよ。先生が。 でね、一般的にはどうでもいいけど。それは無理だろ。どんな感じで殴るか、事前に確認できれば無理だろ。じゃあ、お父さん、彼が何々したら、こうやって殴りますねって言われんの無理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 。<laughs> 絶対無理。<laughs> いや、無理だろ。そっちの方が嫌だろ。 先生から怒られるのに、ボディ限定って。<laughs> それ、漫画の読みすぎだ。な腹パンしてくる先生嫌だよ。俺は俺もやだよ、逆に。腹パン、腹パンしてくる目立たないところ殴ってくる先生嫌すぎだろ。悪意ありすぎだろ。